皆さん、こんにちは。トモキャットチャンネルです。今回は、エスパードリーム攻略の第4回になります。解説は私、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。以上の3人でお送りします。前回は珍しく苦戦しませんでしたね。ボス戦はタイムストップを使ったしね。タイムストップいらなそうだったけどな。使わなかったらきっと相手に使われ、苦戦してました。そうかな。そうなんです。この調子なら、ワールド4も楽勝ですかね。さらなるパワーアップアイテムも出るはずだし、パパッとクリアしちゃおうかな。おお、見事なフラグ建築。見せろ怒涛の快進撃。第4回。始まり始まりー。それでは、ワールド3をクリアしたところから再開です。ワールド4への入り口は、左下の、ここだね。ワールド4、遺跡の沼です。遺跡じゃないのか？私の信頼する説明書サイトさんで、石の字を使ってたからそうしたんだけど、誤植かな。原本を持ってる人がいたら教えてくれ。と言ってる間に多攻撃派。こいつは問題ないわね。右のワープは、確かワールド3に繋がってるんだったな。そうそう。人面獣。もしくはウドラー。こいつ、距離を取るように動くから倒しにくいのよね。フラッシュ。強敵ですね。く。ロケット砲役に立ってんのか？耐久が、3面の敵と段違いです。ダメージもすごい受けたぞ。これは、楽勝というわけにはいかないかも。どっちから攻めようか。お、うまくいった。フラッシュを受けなければ大したことないのかな？あら、真っ暗ですね。面倒ね。あれ？これだけ？外れ穴？固定敵と戦ってみよう。特に何もなし。本当に外れか。次の穴に。あ、焦るな焦るな。こんだけかい。もしかして、ここのワールドってこんなんばっかり？敵と戦うだけ無駄だな。一旦帰って出直し。こっちか。ロボは共通で出るんだな。そうみたいですね。お財布発見。おっと、牛？骨？牛かな？突進してくるし。あ、動けない。タイムストップですか？直線上に並んだ時タイムストップとは。戦い方が上手いですよ。耐久も高い。ぐぅ。何回も使うな。ひぃ、きつい。今のだけで相当ダメージ受けたぞ。そしてこれである。こういった、小さい穴がたくさんあるワールドなんですね。ワールド3は広大な地下が厄介だったけど、これはこれで面倒だな。ご丁寧に穴の中が真っ暗だしね。お財布は500ゴールド。今更って感じだな。そもそもお金を使う機会があまりないですからね。お、と思ったらツインボックスか。ま、いらないな。そういえば、パワーアップアイテムがあるんですよね。このワールドの銅、紙あったはず。はい、外れ。
もう見なくても外れ。わかっちゃいるけど。あ、追い詰められた。そして次に。こいつの動きが。いや、ロケット砲はもう無理だって。もうさ、レーザーガンとか出てきてもらわないと。ほんと、敵の耐久が半端ないですからね。フラッシュだけじゃなく、弾もダメージ大きいですよ。今さらだけど、正面向いてる時の方がダメージ小さくない？あ、それは思った。じゃあ、逃げ回るより、積極的に向かってった方がいいかもですね。そうかも。針山の先はと。警備が厳重だな。く、ダメージもらいすぎた。撤退しますか？一応、穴の中は覗いておこう。うん、なんかあるな。穴ですね。しかもこの敵の数。ということはもしかして？ダメだこりゃ。一旦帰りまして。再びやってきました謎の穴。レベルアップですね。ここでフラッシュが使えるようになりました。お、これは試してみないとな。例の穴ですが。あ、これは。ですよねー。いるな。でも、動きませんね。攻撃したら動き出すパターンのやつかな？多分な。ま、ボスの場所は確認できたということで。そうそう、フラッシュを試してみないと。フラッシュ。あれ？もう一丁。なんか、聞いてないぞ。それより、今、EP がすごいことに。え？その瞬間をもう一度。え？ EP に注目。あ、いくら使った？ 350 です。あれ？増えてる？もう一度フラッシュを使って EP が0割、アイテムが使われたかと。ああ。あ、命の元がなくなってるな。試し撃ちで使っちゃったー。てか、消費 EP350 ってなんだよ。重すぎますね。威力もカスダメだしさ。まあ、あれだね。敵のために用意された超能力ってことかな？もう使うことはないでしょうね。その後、薬を補充したんだけど。買いダメできるみたいなんだよね。あ、これじゃぬるゲーじゃないか。いや、断じてぬるゲーなどでは。まあ、あまり使わないように進めてはみるけど。ぜひそうしてくれ。その後も地道な探索を続けます。やけに守りが固くないか？この先に何かありそうな予感。そして、さらに敵がいる方へ。相変わらずタフだこと。その奥の穴には。あ、なんかあります。あれはエスパーブック。取るとエスパービームが強化されます。おお。他の超能力は強化されません。パワーリペアの回復量が増えるとか、バリアの効果時間が伸びるとか。あったらよかったよねー。まあ、どれほどのもんか見てみないとな。さて、これで強くなったはず。相変わらず、ここには書いてませんね。超能力にも変化はなしだな。さて。あ、リングビームになってる。モアイかな？強くなってます？うん。いまいち強さがわからんな。もうちょっと、接近して攻撃してみよう。
ダメージを受けないよう、バリアを併用しています。ちょっとは学習したか。お？これは確かに強くなった。でしょ？威力が2倍くらいにはなってるんじゃないの？そうですね。殲滅速度が上がったのが実感できるわね。突撃を食らわなくなったもんな。攻撃は最大の防御ですね。あ、あんなところにトリプルボックスが。あれどうやって取るんだ？あそこに行ける抜け道があったはずなんだよね。ここじゃなかったはず。あ、玉のようなものがありますね。宝石かな？手に入れたお宝は、水晶ですね。確か、交換アイテムだったな。レンザ村にいました。後で行ってみましょう。ここだったかな？旅の方、水晶とこのルビーを交換しましょう。オッケー。ありがとうございます。ルビーも交換してくれる人がいたよな。確かアイランド村でしたっけ。じゃあ、そっちにも行ってみましょう。ルビーとこの赤い宝石を交換しない？どうぞどうぞ。じゃあ、交換ね。これで赤い宝石が手に入ったわけだけど、これって何に使うんだろ。二つの秘宝のうちの一つじゃないかな？じゃあ、もう一つは棒ですか？棒も交換していって、秘宝になるんだったかな？ワールド4、マップ右上でワープゾーンを発見。ワールド4の村ですね。ここはシーサイド村。幻の岩壁から、外に抜けられるのよ。これは、何のヒントだ？ワールド4の、とある場所についてのヒントです。エスターブックは、究極の武器だ。もう手に入れました。私はお嬢様よ。自己主張が激しい人？手紙を持っているのかね？お、やっと手紙の出番だ。それでは伝説の、言葉を教えよう。赤い宝石が。だから何なのよ。その続きを。これを覚えておくのぜ。手紙まで渡して、一言だけでしたね。つながりがわかんないんだよ。次行きましょ、次。あんた誰？救いのヒーローともきです。ここはひとみちゃんの家やで。スタックさんかな？ともき、バリアスーツを。探しなさい。バリアスーツは最強の鎧だね。ワールド4にあるのかな。大きい棒とこの小さい棒を交換せえへんか。大きい棒？大きい棒を持ってへんな、あんた。棒じゃダメなのか。一旦、大きい棒と交換する必要があるみたいね。なかなか面倒ですね。ちょっと切って短い棒ってことにしたら言い訳ないだろ。この村は以上。随分小さい村ですね。宿屋すらないぞ。村はだんだん小さくなっていくのよね。手抜きか？容量の問題です。多分。そして、ここのトリプルボックスですが、そうそう。すでに持っているのでいりませんが、一応、そこまでのルートは確認しておきましょう。下に降りるところがあるのかな？どうかな？あ、下に固定敵がいないか？わかりにくいけど、そうかも。つまり、そこに行けるってことだね。そこで、シーサイド村で聞いたヒントですよ。ああ。幻の岩壁、でしたっけ？隠し通路か。おそらくこの辺なんじゃないのか。こっちか？お？来た。と、こんな感じで、トリプルボックスを取りに行くことができます。なかなか凝ってるな。はい、この通り。ま、今はいらないけど。マップ右下でワークポイントを発見。
ワールド後だね。最終ステージか。空の面ですね。ここは特に敵が強いので、急いで帰還。これでワールドは大体見て回ったけど、できればもう少しレベルを上げておきたいのよね。この人面樹は儲かるのか？経験値30ですね。思ったより少ない。この牛は、22。赤いタコが16。ワールドさんと変わり映えしませんね。いや、敵が強い分だけこっちの方が稼ぎにくいぞ。ワールドさんにするか。いつもの場所で、いつものお勤め。ハイレベルアップ。エスパービームの強化がわかりやすいな。軽く一撃ですもんね。で、レベルは21になりました。じゃあ、そろそろ行くか？行ってみましょう。では、ワールド4、ボス戦へ。あ、タイムストップを用意しておこう。なんか2体いましたもんね。どんな攻撃をしてくるのか。こいつはスターメン。攻撃すると、動き出します。はい、こっからが本番。タイムストップからの。ああ、焦るな。エスパービーム。おっと、忙しいな。ああ、また。選択中もカウント進んでるみたいですしね。なかなか難しいわね。よし。一体倒した。ダメージ受けてます。これで、どうだ？やったー。選択中は時が止まってるんじゃないのかよ。きっちりダメージ受けてたな。あれ？なんかいつもと。あ、もしかして、アリスか？お？まさかの送迎あり。おお、アリス。無事だったか。心配したぞ。お父様、トモキ様が、助けてくださいました。トモキ、よくぞ、アリスを助けてくれました。ありがとう。ここで流れるテーマがいいねー。ずっと聞いていたいですねー。言い伝え通りにすれば、村に、永遠の平和が、訪れます。そして、その時が、ともきと、お別れです。ともき様、もう行ってしまうのですか？アリス、寂しい。ずすん。さあ、行きなさい、ともき。というところで、今回はここまでになります。ここでアリスを救出することになるとはな。ラスボスを倒した後じゃないんですね。スーマリ方式ではなく、ドラクエ方式だったということだね。ああ、そういうこと、なのか？アリスも、どことなくローラ姫に似てなくもないような。ちょっとあざとく見えるよな。そんなことありません。純粋に、感謝の気持ちを伝えただけです。まあ、そういうことにしとこうか。次回はいよいよ最終回です。どんな敵が待っているのか。そして主人公は元の世界に帰れるのか。それじゃあ、皆さん。